新年明けましておめでとうございます。2021年もアミちゃんのもっと釣りたいデュエル友のもよろしくお願いいたします。アミちゃんのもっと釣りたい in 千葉県。今回は千葉県でサーフィッシングです。千葉県のアングラーといえばあの方、山崎さん。はい、おはようございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。皆さんも今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ということで新年一発目、ここはどこでしょうか。うん、ここは千葉県の南房総市の外房エリアのサーフ。サーフ、うん、じゃあ今回楽しんで崎さんとやってまいりますので、今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。行ってきます。頑張りましょう。ここはね、以前今までやってきたサーフとちょっと違って、つぶねが結構いっぱいあって、まあ根回りサーフっていう感じなんだけども、だからちょっと釣り引きでやっちゃうともう根がかって釣りにならなくなっちゃうから、はい、投げてもう着水したらもう巻き始めよう。でロッド立てて同じスピードで、はい、でボトムタッチしないように同じスピードでちょっと手前まで全部引いていく。ちょっと初めはちょっとそこからスタートしてやっていきましょう。はい、うん、緊張するし違うことや。さあやっていきましょう。そうそう、今までで、ね、ザキさんなんですか。ルアーモンスターショットの 30g でブルキャンで、ちょっと上の方を通してやる。それイワシだよね。イワシから私は、まあ、同じようにさ、まあ、ちょっと青い系のルアーで、はい、ベイトに寄せたカラーで、まあ、上の方探っていきましょう。はい、これサーファーに当たらへんルアー。サーファーにはね届かないけど、ちょっとサーファー届かないけど、サーファーがいないところ、まあ正面打てば問題ないと思う。はい、でサーファーがちょっと波乗りしてこようとしたら、まあ、ちょっとキャストやめて、はい、まあでも届かないけどね。了解です。ちょっと注意しながらやっていきましょう。ザキさん一発目ですよ。いいよ、一投目から。一投目、一投目。いや、キャストが上手くなった。重っ。それかモンスターショットの 80S が飛ぶんだな。いやいや、キャストが上手くなったっていう。とやっぱ女性でもね、こんだけの飛距離が出せれば。と私のキャスト釣れますよ。ねえ、ルアーもいいけど私のキャストもいいって言ってよ。あとはね、いつもと同様同じなんだけど、やっぱ当たりが来た時にしっかり合わせる。はい、やっぱりね、1日当たり探偵、当たり回数なんて、はい、いっぱいある魚じゃないからさ、来た時にはしっかり合わせてやる。今日は絶対バラさへん。そうそうそう、それが大事。そうそう、その意気込みが大事です。いいんじゃない、あのベースの引き方はさ、それで OK だと思う。ルアーをしっかり泳がせてるぐらいの巻きスピードって感じですか。うんうん、そうそうそう、今のはちゃんと泳いでるスピードだけど、あとはそのボトムと、どんだけボトムにちょっと近づけて操作できていけるか。ちょっとね、難易度高いんだけど。結構難易度高めや、うん、それは。やっぱあんま上ばっか引いててもダメだから、中層、中層、もうその下、ボトムにはつけないけども、まあボトム付近を通して。むずい、うん、マジでむずい。そう、だから一回ね、ボトムタッチして、ボトムをさ、探るっていうのも、まあ、そこでね、寝かかっちゃったらね、もうね、ちょっとどうしようもないところがあるんだけど、ギリギリをちょっと攻めながら、そうそう、ボトムに近い中層。それはさ、やってる人間じゃないと分かんないからさ、そこを感じ取ってください。感じ取ります。うん、自然を感じて、今ね、投げてる場所って離岸流って言ってさ、お聞いたことあるでしょ、うん、そこがね、今ブンブン出てるところなんだ、実は。
離岸流があるところは魚が居つくところ。そうそうそうなんだけど、あんまねど真ん中っていうのがあんまり居つかないんだよね。ちょっと離岸流の両サイド。あ、そうそうそう、うん、聞いたことある？うん、うん、でもね、僕はね、ど真ん中も好きだからねど真ん中も行くんですよ、実は。ど真ん中でじゃあ釣れないかってことは絶対にないんで。なるほど、うん、あれ、今日雨が降るって予報だったかな雨が降ってきた。雨降ってきたよカメラ、大丈夫ですか？よし、じゃあ山崎達也、新年第一発目、一投目行かせていただきます。これで釣れたらすごいよ、今年の運勢。それはかっこええわ。いい感じ、すごいいい感じですよ、この離岸流の状態。すごい波を掴んでモンスターショットも泳いでるし、ただ一投目で釣れるほど甘くはないです。さあ頑張っていきましょう、引き続き。ザキさん。はいはいはい。お正月なんで。はいはいはい。2021年の目標とか抱負とか言い合いましょう。え、目標？うん、釣りで、もちろん釣りでか。釣りしかないやろ逆にないやろ。いやいや、僕だって子供が生まれるし、仕事だってあるし、まあ、ちょっとそれは置いといて、まあ、釣りのことね。それはもちろんね、去年すごいサーフのね、撮影とかもね、いっぱいやらせてもらってね、サーフのね、山崎っていうのですごい定着しつつあるんだけど、まあ、今年はさらにもうサーフの僕っていうのをね、ガツンと見せたいまだ見せる気ですか？そのためにはね、やっぱね、今日というね、この新年一発目の取材でね、魚を、ヒラメを出したいですね。いやー、いいですね、うん、これ、新年一発目でヒラメドーンって出たらめちゃくちゃかっこいいですよ、うん、じゃあ浅井さんは、その2021年の目標、目標どうですか？2021年の目標は、うんうん、アミちゃんのもっと釣りたいと、うん、デュエルを、うん、ファン層をもっと増やすことですね。そんなの簡単じゃないですか。簡単ちゃうから、ちょっと水着になってやったらいいんですよあ、2021年アミちゃんのもっと釣りたいで水着になることね。でもやっぱそれをするってことは、しっかりあの浅い闇をもっとスキルアップして、そうそうそう、グーも根も出やんぐらい上手くなって水着になってどやみたいなの、うんうんうん、ちょっとやりたいなって。うんうん、いいじゃないですか、夏は、ね、夏最高じゃないですか、うん、夏はちょっと一緒にみんなで弾けようじゃないか、うんうん、じゃああとはそのどんな魚を釣りたいかみたいな、そっちの目標は。釣ってない魚は、うん、ずっと狙ってる魚はヒラマサなんですよ。ヒラマサ釣ったことない？はい、はいはい、しかもそれをトップで釣りたい、うん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 、っていうのがオフショアでね、はい、うんうんうん、目標。なるほど。あと、まあ、アオリイカだったりとか、うんうんうん、まあ、ヒラメもそうですし、シーバスとかヒラスズキとかたくさん去年は釣らせてもらったんですけど、うんうんうん、価値ある1枚を、うん、1匹を、うんうん、今年は出したいなって思ってます。そうだね、納得の1匹だよね。そうですね、うん、こう狙い通りっていうのをまだちょっとまだまだなので、うんうん、ここを通した時にグッっていう時ガッってやりたい。なるほどなるほど。自分でちゃんと考えてルアーを通して、うんうん、そうだね、一匹を釣りたいっていうのが目標ですね。大丈夫、5年ぐらいしたらできるよ。いや5年って。
でかいよ。頑張れザキさん、頑張れザキさん。おっ、よっしゃ、おお、これ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 ですよ。やばい、新年一発目やりました。ありがとうございます。ザキさん、いいサイズ。いや、今年最高なスタート。ほんまに小ザブいただきました。ありがとう。いや、重量感たっぷりの、これぞ冬暴走の寒ビラメ。やっぱこうね、大型サイズがこの冬場には出るんですよ。いや、肉厚もめちゃくちゃすごいし、ね、でヒットルアーがモンスターショットの 80S のストライクイワシ。使ってたやつやん、私が今。そうそう、一番最初浅井さんが初め使ったやつ交換して、でね、食い上げ、これ食い上げてきたっていう証拠のかかり方。中層で泳がして、下からヒラメがバコッて出てきたって食い方のかかり方、ね、かかり方。いやー、新年一発目から。嬉しい、もうめちゃくちゃ嬉しい。本当？めっちゃ嬉しい。俺が釣ったのに。うん、もちろんでしょ。ありがとうございます。今日はニコイチですからね。あー、ザキさんおめでとうございます。いえいえ、ありがとうございます。2021年デュエルもザキさんもアミちゃんもよろしくお願いします。スタートはこんな感じで。最高や。よし、頑張っていこう。よろしくお願いします。午後の部頑張っていきましょう。はい、寒ビラメ、この流れが結構出てるよ。右から左への流れが派手な離岸は出てないけど、よし、ちょっと狙おう、ちゃんと狙おう。私が選んだポイントはこちらです。どうですか、私が選んだポイント。ザキさん、あ、もう最高じゃないですか。離岸も出てて、離岸も出てて、というか寄りが出てて、で今干潮だから、そのブレイクまですごい距離が近くなってるから、すごいこういうとこは狙いどころです。ありがとうございます。釣らせていただきます。うん、ヘビーショットで、こちらモンスターショットからヘビーショットに変えました。そうそう、俺も今ヘビーショットに変えてみた。一緒だね。もうつい最近発売したばっかりのヘビーショット 125S 赤金。これでね、やっぱり大きい個体を抜いていきたいですよ、冬は。寒ビラメ、寒ビラメだ。そうそう、じゃあちょっと集中して。このモンスターショットも飛ぶね。ヘビーショットやで、これ。あ、ちなみにね、このね、125のサイズで、もう発売前にすでに小座布団を6枚7枚出してます。マジマジです、テストバッチリです。もうほんと大きい個体には持ってこい。あとこのスリーフック採用だからね、バラシゼロ。バラシゼロ？マジです。ちょっとシーバスはね、バレちゃったことがあるんだけど、うん、その50センチ以上のヒラメに対して、あ、小ザブと60センチ以上のヒラメに対してバラシゼロ、6バイト6キャッチ。すごいじゃん、めっちゃ性能の話してくれるやん。そんだけそのスリーフックっていうのはバラシズライ最高ですよ。
ぞ。来るぞ。来てるよ。落ち着いてください。おヘビーショット125。やっぱり125はでかい。でかい。嘘。やったー。これって缶ビワメ。そう、これが缶ビワメ。このサイズ。やったー。余裕で50アップ。嬉しい。缶ビワメです。ありがとうございます。そしてヘビーショット125のスイミング食い上げ。ちゃんと巻いてるっていう証拠。いやー嬉しい。巻いて食わせるこの時期はマジで嬉しい。本当におめでとうっていうかこのね新年一発目から僕らやりすぎ最高こんないい兆候ないですよ。いや本当にもう何が嬉しいかって、ね、私この初めてのヘビーショットで釣れたの、うん、そうそうそう、これね12月末発売だからつい最近発売したばかりの商品で嬉しい。2021年ヒラメデュエル、うん、山崎さん、アミちゃんのもっと釣りたい、よろしくお願いします。最高、明けおめだぜ。明けおめだぜ。やった。待って、かかってる、ね、かかってる、かかってる、待って待って、右から左に流れ出てるでしょ。はい、来た。え、来たよ。待って、ちょっとそれ大きいぞ。もう釣りすぎだよ。ごめんなさい、釣りすぎ、やらせたと思われちゃう。最高だね。今回のアミちゃんのもっと釣りたいはいかがだったでしょうか。新年一発目から最高のヒラメが見れました。皆さん今年も1年よろしくお願いします。 YouTube のコメント欄に釣ってほしいお魚や挑戦してほしい魚種などどんどんお願いします。ことよろー。